はい、こんにちはえっ、ー、とですね、き、え、ょ、ー、は、えー、600年チャートから、えー、マーケットの分析をしたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、600年間ぐらいのチャートですね、えーまあ、マクロ経済分析をしていると。まあ、正確に言いますとね、えー、石の国1492年。 ぐらいから金の価格、ゴールドの価格とか分かりますので、まあその辺からですね、まあ、世界史なんかを勉強しながら、まあえーまあ、その地球規模のですね人の移動、そしてまあお金の移動なんかを勉強していますということですね。と同時に、 自分でですね資産、資産運用会社をやっておりますと。まあ、やってるってあって、一人でやってるんですけどね。はい。で、今日はですね、これちょっとテレビの、えー、情報ですけども、この今回の、えー、っと、この株高バブルではないと、東テレでね、東テレのニュースで、まあ、言うとりましたが、えー、何が言いたいかっていうと、 あのシラー先生の PR ですね。ロバート・シラー先生、ノーベル経済学受賞の先生ですね。マクロの先生ですね。で、シラー先生は世界中の資産の行ったり来たりを、まあ、あまあ、僕と同じように、まあ、かなり古くから遡って研究していると。で、シラー先生のこの PR ですね。PR、株価わる人株利益が、 えーっとですね、ここですね、ここがあー2000年のドットコムバブルですね、えーまあ、30倍ということですね。で今,今もまあ大体これあの、30倍ぐらいになってきたと。でこれは S&P500 だと思うんですけども、ナスダックに関してはもう41倍ありますんで、現在ですね。で、この青いラインですね、えー、リスクプレミアムですね。 あの駅周り、これ S&P500 の駅周り引く米国の10年再利回りですね。えー、今ですね、S&P500 の駅周りがざっくりですよ。ここですね。1.55%ですね、えー。ディバイドン・イールドですね。ディバイドン・イールド。えー、っと1月22日2021年1.55ですね。えー、っと、1.55ですね。<laughs> で、あのー、引く、えー、今あ、10年利回りが1ですから、1.55引く1、0.55ということですね。まあ、現在、えー、あ、これ、あ、じゃあこれ、あのダウの利回りかもしれませんね。ちょっとダウの利回りますね。ダウの利回り。ダウ、えー・ジョーンズ・インダストリアル・アベレッジが、これがですね、えー えーとこのディバイド・のイールドが2.04、まあ、2%ですね。えっ、ー、と、ーまあ、そのくらいであるということですね。そうします引2-1で1ですね。えっ、ー、とおー、駅回り低、1年歳利回りあ、ずれとるね。あのですね、そうしますと、この駅周りにですね、あのーまあ、名目駅周り、利、まあ、回りに、あれありますよね、あのー、再投資 えー、それのじゃあ実質的にそのじゃあ利回りってどのくらいあるのということになると結構,結構高いんですよね。まあ、いずれにせよ、ですねこの2000年ですね2000年にリスクプレミアム、駅回り引く10年債利回りが4%ぐらいあったということですね。えー、つまり 株の利回りがああ、失礼、マイナス4%パーですね。これ逆メモリーになってますね。こう0でマイナス4%パーと。つまり、株の利回りよりも、えー、10年債利回りの方が高いとこういうことですね、えー。そうしますとマイナスになっちゃいますね。株の利回り、益回りよりも、国債の利回りの方が大きいと。ちっちゃいもの引く大きいものやるとマイナスになっちゃいますから。で、そうなった場合、リスクのある株よりも、 国際買ったわけですよねということでこの2000年にピークをつけて、まあ、2002年の9月にまあボトムをつけるわけなんですけども大体ナスダックに関しては80%下がったわけですね、まあ、ドットコムバブルってやつですよねで,でこの東ーが言うのは今は株高はバブルではないのクエスチョンっていうのは PR 確かに志田先生の PR は高いんですけれども このリスクプレミアム株の駅周り引く10年代利回りでまだまだ株の駅周りの方が高いんだよと国債は利回りがほぼほぼ1%でまあ国債なんかに投資するのをするよりも株の方がまだいいんじゃないのてい,い,いうことでバブルじゃないのということをこういうことを言っているわけですね。で これ、でもこれ1998年から2021年までのあれですよね。えー、ちなみにですね、じゃあ1929年から1929年、これは、えー、あのあれですね、いわゆる世界大、いわゆる強硬、うん、世界大強硬、えー、の。いわゆるあの 直前のピークですね。1929年から1932年は、あの時はまあ89%ぐらいダウが下落するんですけども、えー、っと、じゃあその時はどうだったのということなんですけれども、あの時の資料が実はあるんですねと、ちょっと後で見てみましょう。その時の資料がね、じゃあそのマイナス4%ぐらいにあの、いわゆるリスクプレミアムがなっていれば、 あこのリスクプレミアムが適用できるということですね、1929年のダウのリスクプレミアム、あとでやってみましょう、ダウの S&P500 の駅回り引く国債ですね、でそれの1929年版ですよねあの、その資料を僕持ってますんで、で、まあえーっと、じゃあちょっと株の利回り見ておきましょう、ダウジョーンズの方が2.04%ですね、利回りが。 えとラッセル2000、小型株1.09、ナスダックで0.47、s ンド P500 で1.55と、まあ、こんなところですと、えー。あとですね、株の利回り、国債の利回りですね。今、10年債の利回り、米国ですね、1.06%ですね。短いところで3か月で0.06%と、ほぼゼロですと。でえー、と10年引、えー、く3か月の 超短スプレッドがまあ1ですね、1ということで、これ、過去50年ぐらいに遡って、超短スプレッドが逆イールドからスティープニング、いわゆるベア株、国債の単価が今これ下がってますんで、ベアスティープニングですね、ベアスティープニングの一というのは、過去のケースを見ると株がピークを打つ。うん ポイントですね。ちなみに2007年も2007年10月も1ぐらいでしたあと2000年の1月もまあ確か 1, 1、まあ、前後でしたねえー、っとじゃあ次いきますかえー、っとじゃあちょっと探してみましょうかねえー、っとどっかにあるぞいわゆる1929年の話ですね ちょっと気になりますんでえとあったこれですね。 <laughs> 600年チャートで、えー、米国長期金利、1927年からの米国のですね、えー、このオレンジがですね3か月ものの金利ですね、でこの緑が10年もの金利と、でこのネイビー、紺色が S&P500 の株式の利回りですね、で、ここですね、これ1929年なんですけれども、 えー、3か月ものの金利が、えー、6%弱ですね。で、えーっと、10年ものの金利が、えーっとーまあ、4%,、まあ、4弱ですね、えー。逆イールドですよね。あこであのこで3か月ものの短期金利が高い。ね。オレンジが高い。えー、10年が低い。えー、となると。 おまあ、銀行困りますよね、短期でお金集めて、長期で貸すわけですから、短期で集めて、長期で住宅ローンとか企業の設備投資なんかで、事業資金で貸すわけですよね、安く集めて、長期で高く貸すのが、これ、成り立たないんですね、こ逆イールドが起こって、これはまあ株価ピークの一つのサインですよね、ここも1929年にも起こったと。で この時のさっきの今から見るべきは S&P500 の株の利回り、この根色,色ですね、ネイビーの色とお10年債利回りの利回り、これですね、えっ、ー、とこのななんだこの、あのあ、ー、緑ですね。で、見ると10年債利回りの方が低いよと。で あいやいや、ごめんなさい。10年債利回り、緑が高いよと、株の利回りが低いよと、おということは、どういうことかっていうと、お当然高い方買った方がいいですから、国債買った方がいいよということですね、えー。ところがですね、先ほどの2000年にはマイナス4ポイントでしたよね、このリスクプレミアムが。ここですね、ほぼほぼ、 ゼロなわけですよねこれ見ると、ね、ほぼ重なってますからね、ほぼ重なっているということですね。えー、つまりですね、ほぼ重なって、株の利回りと10年再利回りがほぼ重なって、1929年にほぼ重なって、ピークをつけて大暴落したということですね。ですから、あの、極端に株の 利回りがあ魅力的じゃなくて国債の方が魅力的だったわけじゃないわけですよ。ものすごいこれ差がりますから、差がないですからね。で、ところが3ヶ月もののオレンジですね。えっ、ー、と利回りが一番高いわけですね。えー、というのは事前に長期投資家が 逃げちゃうわけですよね、あの長期国債の方にあの。で、長期国債が下がっちゃったということですね。<laughs> はい。で、逆、イールド現象が起きて、で、えー、S&P500 が売られるわけですよね。で、89%も暴落して、利回り、株の益回りが上昇して、まあ、株の利回りは、えっと、これ4でしょ、2でしょ、大体まあ3%ぐらいだったのが、 10%まで上昇するわけです。1932年ですね。はい。ということですね。で、失業率が25%の4人に1人が失業したというわけですね。で、えー、当時ですね、これ、まあ、マネープリンティングやるどころか、GNP が、まあ、プラプラで伸びてたですから、 中央銀行は実は当時確かですねお金を吸収してたと思うんですよねところがまああのところがですね大変なことになっちゃって失業率が多いということでマネープリンティングを始めたわけですねはいで持ち直すわけですよね1930これ7年なんですけれども持ち直したとこですね 1937年、これ持ち合わせて、えー、持ち直したから、まあ、ちょっと絞ってやれということで、0.1%お金を吸収したら、ズドーンと、あー50%も下がっちゃったと、まあ,あのダウがですね、えーあー、ずどーんと下がってね、あのー、いうことですね、あ失礼、えー、これこれは利回りでしたね。で これが1937年ですね。で、あの株が売られて、株の利回りが上昇したということですね。8%まで上がっちゃったということですね。今、利回りで見てますからね。株価じゃなくてですね。失礼。えー、っ今、株価じゃなくて利回りで見ているということですね。で、1937年の亡霊というやつですね。また8%まで上がっちゃったと。で、ここからですね、1937年から、これはいかんということで、またお金を印刷し始めるわけですね。 年間大体18%ぐらいマネープリンティングを37 38年、39年、41年、42年ぐらいやるんですけれどもおまた、あななんですかその40、まあ、株価が戻したんですけれども株価のチャートない,ないですからあれですけれども41年、えー、と39年から確か41年。 また株が45%くらいあの持ち直した株が下がったということで、まあ、これはまあ利回りですね。紺色の線が S&P500 の株式の利回りと、オレンジが3ヶ月もの債券の利回り、えっ、ー、と緑が10年ものの利回りですね。利回りですね。で、あのー、量的期間はですね、釘付け金利、まあ、イールドカーブコントロール、イールドカーブコントロールは、今、 あ2008年に2009年に始まったわけじゃなくて、実は1935年ぐらいにやってたわけですね、アメリカでですね。このようにですね。日銀が、あのー、始めたわけじゃなくて、FRB もやってたよということですね。このようにですね。うん、で、その時も長期債も、あまあそうですね、まあ、2%ぐらいで落ち着いてたわけですよ。うん、こういうことがありましたということですね。で、話のポイントは、 今僕もあのちょっとあの知りましたがこれここバブルだったんですよ1929年ところがその時の10年物の国債の利回りと S&P500 の利回りはそんなに変わんなかったよとちょこっとだけ10年物国債の方が魅力があったというだけなんですよねでもやっぱり変わりすぎてて PR もかなり高くて靴磨きの少年までもがおじさん 株何買えばいいのというわけですね、大富豪にで。その大富豪は事務所に帰って株をみんな売って、まあ、生き延びるんですけどね、トーラスカレーのライバルはピストル自殺をしたと、こんな逸話がありましたね。はい。ということで、今はバブルかもしれませんよということですね、これ見ますとね、ちょっとこれリツイートしとかね。 十分バブルかもしれませんよということをちょっと証明したかったわけですね。えー、っと、えー、あれどこ行っちゃったかな ?600 年チャートの最新と、あ、これですね。今、今ですね、あ、あのー、ここですね。うん、えー、っとえ、つまりですね、あのー、2000年は、 あこの,あのネイビーのネイビーですねあの青ですね、えー駅回り、株の駅回り引く10年債利回りがあ圧倒的に10年債利回りの方が多かったとお、高かったということで、株から国債にお金が逃げちゃったよということだってで、マイナス4ですからね、今はまだ株の方が高いよということですね。 ですから、プラス系にいると、これ逆メモリーですからね、ここゼロで、下に行けばプラスと、で、国債の利回りよりも株の利回りの方が高いですよということで、ところがですね、これ、あの、まあ、おそらく、まあ、逆転する、うー今、S&P500 で1.55ですよね、で株が、S&P500 が1.55で、国債が1ですよね。 で、ダウで2.04と国債が1と。で、ナスダックでは0.74と。これは圧倒的に、えー、低いと。国債が1ですからねと。まあ、いずれにせよですね、えー、要は、この、駅回りと株の駅回りと10年債利回りと同じになったときがゼロなわけですよね。ゼロですよね。じゃあ、これが、えー、このマイナスゾーンに入ると。それが、いわゆる、えっ、ー、と、 えーっとおー、ちょっと待ってください、プロフィールのーと、これですね。こうですね。こうですね、ズバリこれですよね、あのー。このネイビーが株の利回り。緑が、緑がここですね、1929年。えー、っとな、なんでしたこれ、あのー、10年債利回りの利回りですね。10年債利回りのがちょこっと高いと。S&P500 の駅回りのがちょこっと低いと。 つまりリスクプレミアムはあ若干マイナスだったというレベルの話なんですよね。はい、ですから2000年を2000年というのはマイナス4だったわけですねリスクプレミアムがいわゆる、えー、圧倒的に、えー、国債の利回りの方が高かったとだから暴落したちょっとそれは言い過ぎで1929年のところを見ると まあほぼ変わんないと、リスクプレミアムがゼロだと、ほぼゼロだと、ちょっとマイナスだという程度の話だったわけですよね。はいこれは気をつけた方がいいと思いますね。じゃあ、ちょっと20分も経った経っちゃったので、今日の話は以上とします。